はい、出たんです。えっと、23日に、あの、東京都から発表された新型コロナウイルス感染者の確認の数なんですが、えっと、366人ですね。366人。うん。いや、また一気に増えましたね。はい。まあ、東京都はね、相変わらず、検査数、検査人数が増えてるから、まあ、 上増えるのはしょうがないんだっていうことなんですがでは一体どのくらいの検査をしているかというと,えと20日にですね20日に発表された数字によりますと4926人を検査しているということなんですねこれがまあ正しいとして366人陽性者数が出たとするとですね まあ、陽性率はだいたい7.43%ということになります。まあ、この数字、7.43%がー高いか低いかというのは、まあ、個々の判断にお任せするとして、確かに、あの、4月とか3月、うん、その辺に比べると、陽性率はかなり下がってきてはいるんですがね。はい。ただ、 微妙にまた、緊急事態宣言解除後から陽性率が微妙に上がってきてるので心配ではありますね。結局、どうなんですかね、GoTo キャンペーンとかいうのほが前倒しで始まってしまいましたけど、この GoTo キャンペーンって <laughs>、東京都除外されちゃったけど、どうなんですか、これ。 本来ならね、コロナウイルスがなければ、今頃オリンピックで盛り上がってたんでしょうけどね、えー、まあ、まさそんなこと言っても仕方ないんですが、はい。で、特にどうしようっていうことなんですかね、まあ、政府としては、うーん、結局何をするのか、何をしたいのか見えてこないんですよね、政府の動きがね。自粛要請をしたいのか、それとも、 うーんまあ皆さんどうぞ旅行に行ってくださいと言いたいのか <laughs> ただ難しいと思いますよ感染者数をどの程度に抑えていくかという対策がないままうーんまあ確かにねマスクして顔を触らない消毒をきちんとやる手洗いをきちんとやるそれで防ぐという方法も確かにあるとは思うんですけどね でもやっぱり人が動けば感染,感染者数も増えていきますよ、それはもうしょうがない、うんで、最近よくワクチン、ワクチンって言ってますけど、結局ね、この新型コロナウイルスって風邪の一種ですからね、えー、風邪に有効な対策がないのと一緒で、和、ま、解、あ、にワクチンできたとしても、そんな効 <laughs>、ね、くようなものでもないんじゃないかなと私は思うんですけどね。はい まあ私だったらワクチンで,できても打たないですけどね、えー、インフルエンザのワクチンも打たないので、えーまあ、私、インフルエンザになったことないんで、別にワクチンではいいかなとか、いつもそういうふうに思ってスルーはしてるんですけど、まあ、何はともあれ、どうなんでしょう、正直言ってまだこの新型コロナウイルスというのはどの程度のものなのか、私のもとにもねデータが揃ってないのでよくわかんないんですよ。まあ色々 使えそうなデータ集めて分析しようかなと思ってるんですけど何て言うんだろうねまあデータは常にコロ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 その修正されるじゃないですか確定値みたいな感じででそのまあ修正のされ方もえげつないし何なんなんて言うかもうもううまい何て言うの整合性の取れたこのデータとデータっていうのがないっていうかうん。 なんかモニタリングポイントとかいうのもん何なんだろうなこれちょっとよくわかんないな <laughs> といった数字が結構出てきちゃっててんでしょうがないからこのこれ私がこう東京都がこのね毎日発表して何人感染しましたっていうやつをどもう集計して私も独自でグラフにはしてるんですけどまあこれもう。 この数字も本当に正しいのかどうか怪しいところでもありますしね、うん、いや本当綺麗なデータっていう言い方変ですけどなかなかねないんですよね探しても <laughs> 出てこないんですよね、うん、だから結局ね突然こんな変なウイルスが流行っちゃったんで、まあ、現場もウォーサーしてるんじゃないかなと思って、うんまあ、しょうがないのかなこういうのはなとは思うんですけどね、うん まあ、唯一の救いはそんな重症患者が出ていないということですかねはいあとまあそんなにねインフルエンザとか風邪に比べてそんなに広がってないので今のところははいただこの夏の暑い時期に差し掛かっても増え続けてるってところはちょっと怖いですねはいそこだけちょっと今と気になりますねではまた せんるせんるせんる。